はい、前回に続いてボーカロイド5の解説、今回はこのフレーズ内容のエディット、そしてテクニックを中心に進めていきます。今回使用するのがこの B メロの一部です。まずこのフレーズに対して歌詞を入力していきます。今この部分、あなたがいたという歌詞になっていますが、これを動けないよという歌詞に変更します。歌詞を変更する方法、第1回目で解説していますが、矢印、鉛筆を使用して目的のノートをダブルクリック、このように一文字ずつ確認しながら打っていくという方法もありますが、もう少し効率のいい方法もあります。歌詞を変更したいノートの先頭をダブルクリックして、このように後に続く歌詞を全て打ってしまうと、これで確定します。一文字ずつ歌詞が割り当てられます。もしくは先頭のノートを右クリック、一番下、歌詞の流し込みというものが用意されていますので、これを開きます。このようにエディター上で入力が可能になります。ここで入力のテクニックを一つお伝えします。例えばこのよ、この伸ばしを維持したまま途中からピッチを変更するという方法です。まずこのハサミツールを選択してピッチを変更したい部分をカットします。そうしますと、このように歌詞部分にハイフンが表示されます。その後に矢印ツールで目的のピッチまで移動します。よを伸ばしている途中でピッチが変更されます。一度聞いてみましょう。このような形ですね。今はハサミツールで分けましたけども、このように新たにノートを追加する場合、ハイフンを入力することで同様の効果を得られます。次に歌のニュアンスの方に入っていきましょう。この表現で重要になるのがベロシティです。ここの境もドラッグすることで、こんな感じで表示をカスタマイズすることもできます。このベロシティ表示されていないといった方は、この部分クリックしてメニューからベロシティを選択してください。ダウを使用している方ですと音の強弱と思ってしまいがちですが、ボーカロイド5では子音の長さをコントロールします。例えばこの動けないの5とけ、このベロシティ値を上げることで滑らかに歌をつなげることができます。今回オケのドラムトラックが少しタイト気味になっていますので、それに合わせて短めに設定してみましょう。これとは逆にベロシティを下げるということになります。今矢印ツールでこのようにドラッグしましたけども、鉛筆ツールを使ってベロシティをドラッグすることで、このように一括して変更を行うこともできます。一度この状態で聞いてみましょう。このようにだいぶ雰囲気が変わります。聞きながら調整、いい感じかと思いますね。滑らかにつなげたいのか、少し隙間を作りたいのかといったところで、かなり使用するパラメーターです。またこの子音の確認なんですけども、このエモーションツールを点灯させる、もしくはですね、通常の状態で Mac オプションキー、Windows オルトキーを押している間ですね、一時的にエモーションツールを表示することができますので、このように G と K、 この部分をドラッグすることでも長さを変えることができます。それに準じてベロシティ値も変化します。実際に長さを確認しながらエディットを行いたいといった際に、このエモーションツールが非常に便利です。それでは次にアタックリリースエフェクトを確認していきましょう。このコントロールの中央をクリックしますと、アタックエフェクト、リリースエフェクトが表示されます。このように個別のノートに対して様々なニュアンスを与えることができる機能です。このオレンジのラインが現在のピッチの推移を表しています。現在このノート C で演奏されていますが、その中でもピッチが変化していることがわかります。よりリアルなボーカルを目指すにあたって、このピッチの変化というのは非常に重要になります。例として用意したのがこの2つのトラックです。まずこの上、生のボーカルです。ノートの中でピッチが変化しているのがわかります。もう一方のトラックは、このボーカルをシンセサイザーで入力したものです。ほとんどピッチカーブに変化がありません。機械的に聞こえてしまう理由として、このあたりの差は非常に大きいです。それを踏まえて、このノートに対してもピッチなどのニュアンスを与えていくことで、よりクオリティを高めることができます。この効果の適用方法は、目的のノートを選択します。そうしますと、下にアタックエフェクト、リリースエフェクトが表示されます。文字通り、アタックがノートの入り、リリースがノートの終わりということになりまして、個々のノートに対してこのように一つずつエフェクトを適用することができます。エフェクトを適用しますと、それに合わせてピッチカーブも変化します。現在適用されているエフェクトはこのように白で囲まれていまして、もう一度クリックするとエフェクトの解除が行えます。それでは実際に適用してみましょう。毛の部分の入り、アタックに対してエフェクトを適用します。サウンドを確認してみますと、ちょっと入りのピッチ素直に入りすぎな気がしますので、ここに変化を加えてみます。ピッチやダイナミクス、トーンなど SE 的な効果を与えるニュアンスも用意されていまして、基本的にこの図で表示されている通りのカーブになります。毛の入りを少ししゃくらせてニュアンスをつけたいので、今回はこちらアップ4を選択します。一度これで聞いてみますと、はい、効果がちょっと強いですね。そういった時はこの中央のノブから効果量を調整します。左に回すほどその効果が弱く、逆に右に回すほど効果が強くなります。
若干弱くして聞いてみますと、このような形でグッド表情がつきます。この際に先ほどのエモーションツール活躍しまして、これを点灯させる、もしくはですね Mac オプション Windows Alt キーを押している間にこんな感じでエフェクトの効果を確認することもできます。エフェクト部分にカーソルを持っていきますとオレンジ色に点灯します。ここでマウスを長押しすることでノブの効果量をですね素早く変更することもできます。またこの適用範囲も調整可能で、このオレンジ部分をですね左右にドラッグすることでエフェクトの影響を与える範囲を指定することができます。例えば長めに撮った場合、時間をかけてエフェクトの効果が適用されます。このような形、逆にこれを狭くしますと急激にピッチが上がることになります。自然になるように調整いただけたらと思います。そしてもう一つ気になったのがこのナの部分ですね。こういった時ですね、前の音を少し縮めることによってピッチのカーブも変化します。このような形ですね。今この長さ8分音符単位でしか動かせず、ちょっと短い感じがしました。そういった時はこのクオンタイズ部分をクリックしてクオンタイズをオフ、こうしますと自由にですね長さを変更することができます。こんな感じですね。もう一つ方法があります。まずエフェクト、どの種類でもいいので選択します。エフェクトのノブ、もしくはエモーションツールから適用量をゼロに設定します。そうしますと正確なピッチで歌わせることができます。このような形ですね。そしてこの毛の部分ご覧いただきますと、ちょっと平坦になってしまいました。これですと先ほどのシンセサイザーのような感じになってしまいますので、リリースエフェクトから揺れを適用します。聞いてみますと、はい、やはり効果が強いですね。こちらも適用量を調整しましょう。この場合ビブラートの回数を減らす、逆に増やす、そしてピッチ変化の強さ、上に上げれば上げるほどピッチの変化が激しくなります。こんな感じですね。今回は回数を少なめにして変化量も弱くしておきます。こんな感じでしょうか。アタックと同様にエモーションツールからビブラートの開始位置も指定することができます。現在早い段階でビブラート入っていますので、開始位置を少し後ろにずらしましょう。こんな感じです。このような形で各効果、効果量、そして適用範囲を組み合わせることでかなり柔軟にエディットを行うことができます。そして今回の最後に、これもリアルなボーカル表現に貢献してくれます。このブレス機能を紹介します。ブレスボタンをクリックしますとパートに対してブレスが適用されます。あとはパートのスタイル、そしてこのカスタマイズをクリックします。この中にブレスという項目が用意されていまして、この電源アイコンから先ほどのブレスボタンオンオフを切り替えることもできます。このモードはブレスの頻度、左に行くほどブレスの頻度が多く、右に行くほど少なくなります。このノブではブレスの音量をコントロールします。右に向かうほどボリュームが大きくなります。今は分かりやすく最大にしておきます。そしてブレスの種類、女性か男性かと、今は女性、フィメールを選択します。これで聞いてみますと、さすがに今ブレス大きすぎましたので、ここからブレスの音量調整してみましょう。好みに合わせてブレスのボリューム指定できるほか、パートごとにブレスの有無を設定できます。必要に応じてパートを分けて設定するといいかと思います。はい、といった形で今回はフレーズ内のエディットについて解説しました。歌詞や歌の表現、様々な機能を組み合わせて、ぜひオリジナルのボーカル制作楽しんでいただけたらと思います。次回はトラックを複数使ったハモリパートの作成、エフェクト処理や書き出しについて進めていきます。この動画が参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。